はい、よろしくお願いいたします。えー、まず1件目でございます。 本市におきましては、まああのこれからのですね奈良のまあ産業基盤をどのように作っていくかということについて、まあこれまでもですね企業誘致のですね補助制度等については先行して取り組んでおりますけれども、まあ今回新たにですね二つの制度を設けましたので発表させていただきます。まず一点目がですねサテライトオフィスの設置推進補助金というものでございます。でこれについてはですね特にあの IT クリエイティブ関係の企業 予算まあ主にはですねま首都圏などでまあ事業されているような方々に対しましてやはりあの地方でのまあ、テレワーク環境で終、えー、了していただくと、まあ、いうことがまあ,あの一つこれから、えー、チャンスであろうというふうに思っておりまして、えー、アフターコロナの時代に地方に拠点をまあ、部分的に移していただくということを促していくための政策でございますまあ改修費用であったりまた設備投資であったりそれからあの求人に対する広告費などにも使っていただける予算といたしまして、えー、上 上限500万円、えー、ということで、2分の1上限500万円という補助金をですね、今回あの作らせていただくこととなりました。えー、この予算につきましては、あのすでにあの9月7月のですね補正予算で500万円かける3件ということで1500万円の予算を確保させていただいております。あの。 以前にですね8月の25日の定例会見の際に人口の社会動態でですねあの社会像になったというお話をいたしました、まあ、この中であの特徴的なのは30代後半から40代前半のいわゆる子育て世帯についてはですねあのここ数年で転入像に構造が大きく転換をしてきたということを申し上げました。まあ、一方で20代 の特に前半ですね20歳から24歳というところについてはですね出ていく方が、まあ、加速をしているという状況にあるという課題を申し上げたと思っておりますその中で今回あの、まあ、業種としてですね IT 関係またクリエイティブ関係ということで具体的な情報通信産業デザイン業など研究所などということで設定をいたしておりますがやはりあの 20代前半の方々はおそらく学校など卒業されて、えー、まあ、初めての就職をされようというタイミングであるというふうに思います。でこの方々にとってですね、えー、奈良市内もしくは奈良県内があの仕事がないのかというとですね、えー、まあ、決してそうではないという状況であります。まあ、今はちょっとあのコロナの影響もありますので、えー、ちょっとあの目先の部分だけでは申し上げにくいところがありますが、あのー。 状況としして申し上げればですねならに仕事が決してないわけではないと逆に事業者の方々とお話をしているとなかなか人が集まらないということについてですねあの、まあ、懸念をされているお声もあるということがございます一方でですね若い人たちのお話を聞きますと働きたい会社がないと働きたい仕事やりたい仕事が見つからない、まあいうようなこともあの声をいただいたことがございます。まあ、そういった意味ででですね奈良の中で 若い人たちが自分がつきたいと思えるような仕事を作り出していくということが奈良での就職そして奈良での定着につながっていくのではないかと、まあ、そういった思いでですね今回は IT クリエイティブ産業に少し絞り込んだ形で支援制度をさせていただくこととなりました。あの同様のの取り組みがですね日本いいろいろな 特に地方都市で,です、ね、少し取り組みの動きがあるように聞いております、これからテレワーク環境やテレワークというそのライフスタイル自体が当たり前になっていく時代でもあるというふうに思いますので、ぜひです、ね、あの奈良の立地の素晴らしさをしっかりと訴えて、奈良に拠点をまずは移していただくと、将来的には奈良に本社を持ってきていただくということも大変重要かなというふうに思っております。 合わ、えー、せてあのこれも先日の補正予算で計上いたしておりまして今、準備中でございますがあの、まあ、特に、えー、若い、えー、主婦の方などです、ね、あの想定をして、まあ、プログラマーの要請というようなことについても、まあ、これからあの仕掛けていく予定をいたしております。これはははちちょょっっとと今日はちょっと別件にはなりますが、まあ、そういういあの 高度食糧人材、えー、付加価値の高い仕事をしっかりと地元で作っていくと、まあ、いうことは、まあ、これからの奈良の一つの、えー、可能性に繋がっていくのではないかというふうに思っております。それからもう一点ですね。ちょっと今日はチラシを2種類お配りをしておりますが、もう一つのチラシの方でございます。えー、もう一つはですね、産業用地の開発促進奨励金という形にしております。でこれはですね、あのイメージで申し上げますと、工場団地のようなもの。 こういうものを開発をしていただく取り組みに対しまして、まあ,あの応援をしていくとまいうことでございます。で、なぜこういったことをするのかと言いますと、まあ、やはり一つにはですね、奈良市のその税収構造の中で、やはり個人市民税がま非常に44%ぐらい占めているとまいうことで非常にウェイトが大きいということがございます。まあ、あの他の中核市などと比べましても、法人市民税、それから事業所税等ですね、いわゆる企業活動に 伴う税収の比率が低いというのは、まあこれまでも指摘をされてきたところでございます。で、その中で、えー、平成17年にですね、あの旧つげ村、月ヶ瀬村と合併をいたしまして、えー、その後あの企業誘致などもしておったんですが、あの当時はリーマンショックの影響などもありまして、えー、いろいろと企業に対する誘致のアンケートなどを行ってもおなかなか看板しくなかったという状況がございます。まあ一方でですね、あのー、まあ主に 名阪国道沿いの辺りがあの1つ想定されますがいわゆる都市計画区域外の,です、ね、あの比較的展開しやすい地域においてです、ね、ここ数年、企業立地の動きが少し出てきております。まあ、あの他のです、ね、あの地方都市の 高速道路沿いというところも、まあ、今、いろいろと開発が進んで、えーまあ、県内でもですねあの企業立地が進んでいるという話は知事もよくおっしゃっておりますけれども、えー、奈良市においてもですね、まあ、主に、えー、少しあのあの、まあ、山間部などでですね、えー、高速道路等があのやあの主要な国道等が走っているようなところについてはですねあの可能性としては大きいんではないかというふうに思っております。でえー、その中でですねあの 今回、えー、3000平米以上のですね区画を2つ以上有する産業用地を整備をすると、まあ、いうことそれからあそれらについて誘致対象業種の企業と売買契約または賃貸借契約を締結をすることということで、まあ、製造業などを中心にですねあの誘致をしていきたいというふうに思っております。まあ、あのここ数年でもでもすね えー、奈良市内における工場立地法の届出件数でいうと昨年が三件発生しました昨年度でいうと一件ですねで一昨年度が三件ということでえーまあのちょっと最近あのそういう動きが出てきておりますで工場団地作られた、えー、造成をされたあ事業者さんに聞いてもですね割と引き合いが多いとまあいうような話で聞いておりますまああのこれからあー jr の新駅中心にですねまた新しい交通の流れもできていきますので、えー、今しっかり しっかりとです、ね、あの有望なあ立地場所であると、まあ、いうことについてしっかりと PR をしていきたいというふうに思っております。まあ、これらについてです、ねまあ、やはり あの費用対効果ととととしてき、えー、きちっ回収でるるのかかいいうようよな話があるかと思います、まあ、例えばあの現状山林のところをです、ねえーまあ、工場誘致などをいたしますと、まあ、土地に関する固定資産税はもちろんあの収益増になりますし、まあ、企業であれば焼却資産等もございますので、えーまあ、あの今回補助金を、まあ、仮にです、ねあのまあ、1ヘクタール程度の開発をするところに補助金を出したとしてもおおむね歳入としては1年ぐらいで回収できると、まあ いいう見立ててをいたしております、まあ、ちょっと事業の、えー、業種等によってもあの一概には言えないところがありますがあの、まあ、今回一定の,です、ね、あの投資をすることによって開発を促していくということで将来的な、まあ、税収にもつなげていきたいというふうに思っております。 はい、えー、この2件がですね、あのー、産業誘致、えー、企業,産業政策、企業誘致関係の、まあ、補助金制度として新たに、えー、始まるということでございますので、集中させていただきました、よろしくお願い2件目でございます。 えまあコロナの影響でですね、えー、これまで芸術活動で盛況、えー、を立てておられたような方にとってもまあさまざまなイベント講演などが中止となって大変ご苦労されているというような状況がございますで。その中でやはりあの奈良市としても、えー、国際文化観光都市ということでもございますので、まあもうやはり文化活動をですねしっかりと応援をしていきたいというふうに思っております。で今回はあのまあ文化活動もあのいろんな幅がございます。あの市民による手作りのあの文化の活動もも,もちろん。 ありますし、一方でまあプロとして成りわいとしてされている方もまあ両方おられるというふうに思います。あの奈良県内であの数年前のデータでいわゆる国勢調査でですね、あのいわゆるその芸術を成りわいとされている方っていうデータを取ったときに四千七百四十名、まあ一応そのジャンルにはまあおられたと。まあいうことで県全体ですので、奈良市がそのまあ基本は四分の一かまあまあ三分の一かそれぐらいだと思うんですが。 あのそういう意味ではですね、あの国庁の時に職業に芸術ジャンルを書かれるということは、まあ、おそらくかなりあのご自身自他ともに認める芸術活動をされている方ということだと思いますが、まあ、あの奈良市だけでもおそらくあのざっくり計算しても鮮明。 超えるぐらいはおられるんではないであろうかというふうに思います。で、えー、今回はですね、あのー、まあそういうあのー、芸術を本業とされている方を主に対象として、えー、まあ支援をしていきたいというふうに思っております。で上限200万円かけるまあ10件ということで一応予算枠を確保しておりますけれども、この芸術家の中にはですね、直接例えば、えー、まあピアノを弾かれたり歌を歌われたり演劇をされる方はもちろんなんですが、その芸術活動をまあプロデュースされて お仕事されている方であったりそれに関わるさまざまな業種でなりわいを立てておられる方もおられると思いますので奈良市で文化芸術活動を行っておられる法人個人それから文化芸,あの文化芸術団体これは NPO 的なものであったり実行委員会であったり、まあ、こういうものだと思います、まあ、そういったところを対象にです、ねまあ、支援をさせていただこうということでございます。で対象になる事業としてはです、ね、音楽演劇舞踏あ舞踊舞踏伝統芸 芸の美術ということで、えー、定めさせていただいております。まあ、このあたりのですね、あの何をもって芸術とするのかというまあ、そういう話になると、えー、かなりあの哲学的な議論にはなるんですけれども、まあ、このあたりについてはまあ、最終的にはま審査 をさせていただいた中で,です、ね、もし応募が上回るということであれば当然、その内容を審査のうえ、ね、合否の判断採択、不採択の判断をさせていただくということになろうかというふうに思っております。で今回まああの一件です、ね、一見200万円上限ということでかなり奈良市としては大きな予算を取っております。 と申しますのもやはり会場等を借りてです、ね、いろんなその事業が本当にできるかどうかのリスクを取りながら、まあ、非常に今、厳しい状況で芸術活動をされている方々がおられると思いますので、まあ、そういった方々にとってやはりコロナが少し落ち着いてくるまでの間のつなぎの取り組みとしてぜひ応援をしていきたいなという,ふうに思っております。 であのこの中ではですねあの感染対策を、まあ、しっかりと取っていただきながら、えー、やっていただくことが当然、基本になりますがあのオンラインでのですねあの授業の配信等についてもあの想定をしておりますので、えーまあの奈良市の例えば、えー、こう風景とど,どこかいいね奈良市内の あの空間の中でですね芸術を表現をしていただいてそれを、まあ、例えばオンラインで世界に配信をしていただくというようなことになればですね奈良の魅力の発信にもつながっていくのかなというふうふに思っております。えーまああの ライブハウスという単語がですね。あのこのコロナの当初にはですね。ま非常にあの取りざたされたというのが記憶に新しいと思います。奈良市でもあの第1号の感染者出たという時にはま大阪のライブハウス事案ということでですね。えま、あたかも。ライブハウスというその存在自体があの。 問題があるというようなです、ね、あの認識も一部広がってしまったように感じております。 本来であればです、ね、豊かな芸術活動をされる方々を我々も応援をしていきたいという思いでございますのであのコロナの対策としてどういう対策を打てばいいかということについては一定の今あの、周知が図られているというふうにも思いますのでしっかりと感染対策をしていただいた上でです、ね、あの頑張っていただきたいなというふうに思っております、えーまあ、の募集期間としてはです、ね、本日10月の6日から1ヶ月間ということでございます。 まああの期間が短いようにも思うんですがあの秋の季節、それからあの年度内でまあ授業をしていただこうというふうに考えますと、まあ、現実的にはあのなるべく早く動き出していただきたいなというふうに思っておりまして、まあ、1ヶ月の間でございますけれどもしっかりと周知をしてより良いあの授業、提案をいただければなというふうに思っておりますこの件についいては以上でございます。